ロシアがウクライナで勝てば次は欧州。マクロンフランス大統領が警告。フランスのマクロン大統領は、ロシア軍がウクライナで敗北しない限り、欧州連合 EU はロシアの侵攻という存亡の危機に立たされることになるだろうと警告した。自分の限度や約束を何一つ守らなかったプーチン大統領が、ウクライナで止まると一瞬でも考えられる者がいるだろうか、とマクロン氏は14日、同国のテレビ局 TF1 とフランス2の共同インタビューで発言。欧州とフランスの市民の安全保障がかかっていると続けた。マクロン氏は15日、ポーランド、ドイツの首脳とベルリンで会談する。会談では、ウクライナ支持で西側の主要同盟国を改めて結束させ、西側の支援を強化しようとすると見込まれる。ロシア軍の前進を食い止めようと戦うウクライナ軍は、弾薬不足が深刻化。このためロシア軍がウクライナの防衛線を崩壊させ、首都キーウに再び迫る事態にもなりかねないとの不安を強めている。一方、欧州諸国は供給する兵器の種類やウクライナへの派兵を検討すべきかをめぐる論争が続き、団結を維持できていない。マクロン氏は、ここ数年、以前には考えられないと思われていたことが起きている。欧州の地での戦争だ。フランスのストラスブールとウクライナのリビウとの距離は1500キロも離れていないと指摘した。マクロン氏は2週間前、ウクライナへの派兵の可能性を問われた際に、何も排除すべきでないと答え、同盟国の反発を招いた。ロシアの抑止には戦略的な曖昧さが必要だと同氏は主張したが、ドイツのショルツ首相や米ホワイトハウスは即座にその選択肢を否定した。プーチン大統領は北大西洋条約機構 NATO がウクライナ支援で派兵すれば、NATO は核戦争のリスクを冒すことになると警告した。マクロン氏は、ウクライナ軍が必要とする弾薬を EU の枠外で調達する計画に合意した国々をパリに集めて首脳会談を組織するなど、欧州のウクライナ支援を主導しようとしている。フランスはまた、ウクライナ、モルドバとそれぞれ2国間の安全保障協定に調印した。先週にはセジュルネ外相がリトアニアでバルト3国の外相らと会談。バルト三国はマクロン氏の危機意識を称賛した。同時に、ウクライナが要請した長距離巡航ミサイル、タウルスの供給を拒んでいるショルツドイツ首相は批判にさらされている。同氏は、ドイツが最も熱心なウクライナ支援国の一つであると強調。約300億ドル。約4兆5000億円相当の軍事支援を行うと約束し、批判に反発している。核保有国が非核国を一方的に侵攻しても国際的に何一つ機能せず、ウクライナの悲惨な現況は欧州だけでなく未来の日本かもしれません。ホボトラは NATO 脱退とウクライナ支援停止を企んでおり、日米安全保障条約も金次第と脅される可能性がありますが、日本の核保有化に寛容であり、早急に核搭載可能な原子力潜水艦を製造すべきだと思います。NATO 加盟国、ウクライナ支援に政治決断を、事務総長。ブリュッセル、14日、ロイター。北大西洋条約機構 NATO のストルテンベルグ事務総長は14日、NATO 加盟国はロシアの侵攻を受けているウクライナに対する支援を行うための経済力を持っているにもかかわらず、十分なことを行っていないとし、各国に対し政治的決断を呼びかけた。ストルテンベルグ事務総長は、ブリュッセルの NATO 本部で記者団に対し、NATO 加盟国による前例のない支援によって、ウクライナは独立国家として存続しているとした上で、
NATO 加盟国が十分な弾薬を供給していないことが戦況に影響を及ぼしていると指摘。ロシア軍に進軍を許している理由の一つになっていると述べた。その上で、我々にはウクライナに必要な支援を提供する能力も経済力もある。ウクライナに対する支援を優先する決断を下すのは政治的意思の問題だと語った。また、ロシア制圧下にあるウクライナの地域でロシアが占拠を実施すれば法律に違反するとの考えも示した。フランス、マクロン大統領、ウクライナへの部隊派遣の可能性、改めて排除しない。フランスのマクロン大統領は14日、現地メディアのインタビューで、ロシアによる侵攻が続くウクライナへの部隊派遣の可能性について、改めて排除しないという考えを明らかにしました。フランス、マクロン大統領。私たちは2年前、戦車を絶対に供与しないと言っていたのに供与しました。中長距離ミサイルも絶対に供与しないと言ったが供与しました。私たちは言葉に多くの制限をかけすぎました。14日、現地テレビ局のインタビューに応じたフランスのマクロン大統領は、ウクライナへの欧米諸国による部隊派遣の可能性について、今はそのような状況にはないが選択肢は排除しないと改めて強調。自分たちから攻撃を仕掛けることはないとした上で、発言の狙いについては、私たちにはロシアを勝たせないという目的を達成するための決意と勇気があるということを示さなければならないと説明しました。マクロン大統領は先月、ウクライナ支援をめぐる会議の後の会見で、派兵の可能性について排除すべきではないと発言。NATO、北大西洋条約機構の事務総長や加盟国の首脳が一斉に否定するなど波紋が広がっていました。一方、NATO、北大西洋条約機構の事務総長はウクライナへの支援について加盟国が十分な弾薬を提供していないと批判。ロシアがここ数週間前進した理由の一つだと指摘しています。プーチン氏が成功と主張するロシア戦時経済、市民の不満はほぼ皆無。ロシアのウクライナ全面侵攻開始から2年が経ち、戦時経済はうまく機能しているとロシア市民の多くが感じているとしても不思議はない。賃金は2桁の伸び、通貨ルーブルは安定し、貧困層と失業者は記録的な低水準にある。ロシア連邦統計局のデータによると、プーチン政権の主な支持者である最低所得者層の賃金の伸びは、直近の3四半期で年率約 20% と、他のどの社会階層よりも上昇率が大きい。プーチン氏の誤選が確実視される15日から17日の大統領選挙を控え、景気に対する市民の不満はほぼ皆無だ。ウクライナでの戦争で数十万人が死傷し、目標値を上回るインフレに対応する当局者にとって、長期的な課題は膨らみ続けているが、今のところプーチン氏は経済について順調だと主張できている。ロシア初の投資銀行であるルネッサンスキャピタルのエコノミスト、ソフィア・ドネツ氏は、現状と将来の金融状況や消費者信頼感が非常に楽観的であることを複数の調査が示していると指摘。ロシアは良い形で選挙に近づいていると述べた。調査で示されている楽観は、危機とは似ても似つかない水準だと語った。政府は、家庭向け社会支援や年金増額、住宅ローン補助、出征兵士らの親族への保障に多額の資金を投じている。プーチン氏は再選に向けて様々な公約を行ったが、その実現には総額で数百億ドルが必要になる可能性もある。ウクライナでの戦争は労働力不足を激化させた。
軍の徴用で労働者が市場からいなくなり、プーチン氏は先月250万人分の求人があると述べていた。結果として雇用主は人材を一人でも減らしたがらなくなり、一般的なロシア市民は短期的な職について安心していられるなど恩恵に良くしている。ロシア銀行中銀によると失業率は歴史的な低さで、雇用の期待は過去最高の水準に達した。当局にとって経済的不安の大きな種であり続けているのは、急激な物価上昇が市民の所得を目減りさせていることだ。この不安は後退していないが、巨額の政府支出と労働力不足で賃金の伸びも加速している。